踊るさんま御殿での林家三平さんの滑りっぷりが話題です。さんまさんのだから笑点下ろされたんだのツッコミに対し一度もギャグで返せなかったというものです。三平さんは年末5年7ヶ月勤めた笑点の大喜利を降板、座布団10枚は一度もありませんでした。実は笑点でも三平さんは面白くないと評判でした。坊ちゃん育ちの悲劇ですよと明かすのはベテランテレビマンです。初代三平の晩年の子なので甘やかされた。レポーターや水戸黄門に出演しふわふわしたまま51歳になってしまいました。今後はこのままダメな二世キャラを貫いた方がいいかもしれません。めげない性格が救いですが、詳しくはデイリー新潮で